皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、分かっているができない、なぜできないのかというテーマでお届けいたします。頭では分かっているが、できないことは山のようにあります。例えば掃除。私はトイレだけは毎日掃除をしています。出張の時を除いて365日、1日もやらなかったことはありません。ですが、トイレ掃除をやろうと思ってから、実際に行動に移すまでに5年から6年はかかっています。毎朝わずか3分程度ですが、重い腰を上げるのは大変だったということです。そもそもトイレ掃除をしようと思ったきっかけは、株式会社イエローハットの創業者、鍵山秀三郎さんの話を知ってからです。また、私の周りにもトイレ掃除をしていた人がいたというのが本当のところです。トイレは毎日お世話になっています。何の文句も言わずに365日24時間働いてくれます。やはり掃除くらいはするべきだと思いました。ですが、なかなか行動に移せなかったというのが本当のところです。あなたにもこのような経験はないでしょうか。一つや二つはあると思います。なぜできなかったのかを分析すると、一つ、初めてのことなのでなんとなく億劫。二つ目、いつまでにやらなければいけないという必要性がなかった。三つ目、優先順位が低かった。そして最後四つ目、動機が薄かった。などが考えられます。このような原因が重なり、なかなか行動できなかったということです。では、なぜトイレ掃除を始められたのかといえば、ある経営者の著書にトイレ掃除の効用が書いてあったからです。今日の本物の商売を目指すポイントです。それによれば、この経営者がトイレ掃除を始めてしばらく経ってから、思いがけない臨時収入があったそうです。何でもトイレ掃除を始めると、このようなことが起こるらしいのです。私の場合、これが行動の大きな要因になりました。なんてことはない、臨時収入を狙ったんです。結果、臨時収入がちゃんと入りました。意外な人から意外な仕事が舞い込んで、50万から60万円の収入になりました。たまたまと言ってしまえばそれまでですが、このようなことが起こったという人が多くいるようです。さて、分かっているけどできないということはどういうことなのでしょうか。元東北大学医学系研究科教授の山鳥茂さんは、著作で分かるとはどういうことかということを定義しています。ちゃんと分かったかどうかは一度実際に自分で行為に移してみないとなかなか分からないものです。筆者の考えでは、分かるとは運動化できること。分かっていることは運動に変換できますが、分かっていないことは変換できません。運動と言われるとピンとこないかもしれませんが、話すのも文を書くのも絵を描くのも表現活動は全て運動です。行為、発話行為、所持行為、そして構成行為などという別の言葉を使いますが、要するに運動ということです。つまり、分かるとは運動化できることです。理屈として分かっていても、実際に運動化できないものは分かるとは言いません。運動として出る、切るということは、そのやり方を脳が記憶しているということです。記憶しているということは、いちいち確認しなくても無意識でできるということでもあります。面倒だと思うのは、脳がやり方を記憶していないからです。ですから、いちいち確認しながら行動することになります。結果、時間がかかると。つまり、意識しないとできないということで、習慣化されていないということです。これが、山鳥さんが考える、わかるの定義です。ですから、分かっているけどできないという状態はありません。分かるということはできるということなんです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。